神田沙也加さんが昨日ホテルから飛び降り自殺をしました。情報番組もすべて神田さんニュースで10年ぐらい前から本当にファンで、今日は1日中泣いてても夜になってしまいました。三浦春馬や竹内優子さんなど自殺を選んでしまう理由は何だと思いますか？役者の人って自分の感情をコントロールするのが仕事なので、自分の感情が分からなくなる割合が一般の人より高いんだと思うんですよね。泣き真似とかって役者は基本的にできるじゃないですか。なのでその、すごく悲しいような気持ちになったり、悲しい表情になったりっていうのは可能なので、そうなってくると多分自分の感情がどこにあるのかが分からなくなってしまうんだと思うんですよね。例えばすごく嫌なことがあった時に、嫌なことがないような形で立ち振り舞いをして笑顔で暮らそうっていうのって、役者の人ってできちゃうと思うんですよね。どんな嫌なことがあっても、笑顔でヘラヘラする役っていうのを与えられたら、その笑顔でヘラヘラする役ができるわけじゃないですか。これ多分何か嫌なことがあるとか忙しいとか、本来の自分はすごくきつい状況で休みたいっていうのがあったとしても、それをごまかす術が強すぎるので、本来の自分の感覚とか状況っていうのが分からないまま進んじゃって、で、ふとした瞬間に自分の感情とかが自分の体をコントロールするようになった時に、発作的にやっちゃうっていう、そういうパターンなんじゃないかなと思ってるんですけど、優秀な役者ってやっぱりちょっとどっかおかしくなっちゃうと思うんですよね。